今回は3月中旬発売の注目ラノベ紹介です。どうも、ゆきともです。ということで今回は3月第2週発売で期待している新刊ラノベを15作品紹介していきたいと思います。それでは始めていきましょう。まずは3月10日発売の電撃文庫から新シリーズの注目作品を紹介します。まずはこちら。ミリは猫の瞳の中に住んでいる。この新作は電撃小説大賞の金賞受賞作品なんですけど、個人的には3月新刊の中でもトップクラスに期待している作品です。というのも本作の作者である四季大河先生は昨年ガガー文庫から発売された私はあなたの涙になりたいでデビューした要注目作家なんですよね。このラノの総合新作部門で1位を取るくらいの凄まじい新作でしたし、個人的にもね、昨年の新作ラノベで一番心に残ったのはこの作品なんですよね。まあ、ガガー文庫の新人賞で大賞を取って、さらに電撃文庫で金賞を取るなんて、もはやね、その実力は疑いようはないでしょう。で、そんな本作なんですけども、ジャンルとしてはね、ちょっと不思議な青春ストーリーとなるようです。瞳を覗き込むことで過去を読み取り、追体験をする能力を持った大学生の主人公が、野良猫の瞳を通じて、未来史の能力を持つヒロインと出会うっていうね、一風変わった設定になっています。まあ、主人公の能力が過去を読み取る力なので、まあ、主人公とヒロインの生きている時間軸は違うっていうことですね。いや、設定もそうですけど、イラストの美しさも相まって、切ない雰囲気がめちゃめちゃいい感じです。ただね、本作、切ないだけのストーリーって感じじゃないようで、主人公はヒロインから、大学構内で連続殺人が起こるから、それを止めてほしいとお願いをされるようなんですよね。まあ、少しね、ミステリチックな要素もあるようで、一筋縄じゃいかない物語になりそうです。まあ、私はあなたの涙になりたいでも、衝撃的なストーリーでかなり面白かったですし、いや、新作もね、ワクワクしちゃいますよね。ちなみに本作のキャッチコピーは、これは僕が君と別れ、君が僕と出会うまでの物語だとなっていますので、果たしてね、どういうエンディングになるのかは注目です。いや、こちらね、かなりの期待作ですので、気になった方はぜひチェックしてみてください。続いてはこちら、とある暗部のアイテムですね。とあるシリーズの外伝シリーズが発売となります。今回は本編でもかなりね、ショッキングな展開となっていた学園都市の暗部組織アイテムのキャラがメインということで、いや、かなりね、攻めた新シリーズですね。ちなみにイラスト担当は本編のインデックスとは違って、二律先生が担当しますが、作者は本編同様、蒲地一馬先生となっています。蒲地一馬先生の新シリーズって実は結構久しぶりですよね。ストーリーとしてはアイテムに所属する4人の少女がメインということで、学園都市サイドの物語が展開していきます。あらすじには、これはやがて凄惨な事件へと至る少女たちの出会いと友情と暗躍の物語と書かれていますので、まあ、4人がチームを組む前から物語が始まるっぽいですね。なんかね、このシリーズを読んでキャラに愛着を持った状態で本編を読んだら、なんか絶妙に悲しい気持ちになりそうですよね。まあ、とあるシリーズってね、ラノベでは外伝あまり出ていませんので、こちらがね、どういうストーリーになるのか楽しみです。とあるシリーズファンはね、本シリーズ要チェックです。続いてはこちら。私のユリも営業だと思った?タイトルからわかる通り、ユリ系の新作ラノベですね。昨年あたりからユリラノベが結構増えてきている印象です。まあ、アニメ業界の方とかでもユリでヒットしている作品が多いですし、今年はね、ユリラノベの年になるかもしれませんね。本作はユリ営業と入っていることからわかるように声優業界を舞台にしたガールズラブコメになっています。まあ、主人公は若手女性声優なんですけど、彼女が所属する声優事務所に昔主人公が推していたアイドルが新人声優として所属することになるっていうところから始まります。まあ、主人公側ががっつりね、ヒロインに恋愛感情を持つようですので、まあ、しっかりとしたユリ展開が楽しめそうです。まあ、電撃文庫で声優系のガルコメだと、アニメ化も決定している声優ラジオの裏表があるんですけど、こちらの方がよりユリメインって感じですので、差別化はしっかりできてそうですね。しぐさみのり先生のイラストも可愛くていい感じですし、全体的にね、期待できそうですね。まあ、ユリラノベとして楽しみつつ、声優業界ものとしてどれだけ深掘りしていけるのか、なかなか気になりますので、こちらのシリーズはね、購入していこうかなと思っています。続いてはこちら。魔王城空き部屋あります。こちらはコメディ系の新作ですかね。まあ、勇者魔王系のストーリーっぽいですけど、本作の舞台は日本の豊洲となるようです。まあ、方向性的には働く魔王様とかそっち系に近い新シリーズなんですかね。ストーリーとしては、勇者と魔王の戦いの余波で時空が歪み、二人は現代日本の豊洲に飛ばされてしまうんですけど、なんとね、魔王城ごと飛ばされてしまって、魔王の主人公が地主と交渉して、
その魔王城をマンションとしてね、運営していくんですよね。いや、これね、予想外のストーリーでちょっと面白そうですよね。で、魔王城に住むことになる住人は、癖の強いキャラばかりで、さらに家賃を滞納しまくるようで、人間に魔王が振り回されるドタバタコメディになっていくようです。まあ、一番ぶっ飛んでいるはずの異世界の魔王が、一番不憫になる展開は面白そうですね。こちらね、オリジナリティのある不動産コメディとなるそうですので、ドタバタコメディ好きはチェックしてもいいと思います。そして電撃文庫は新シリーズがまだあります。タイトルは魔女のフローライフとなっていますね。まあ、スローライフならぬフローライフっていうことですけど、こちら静岡県の温泉を舞台にしたほっこりスローライフ系の新作となるようです。このシリーズですが、もともと暁ゲームズが IP プロジェクトとして企画したもので、魔女×温泉×スローライフをテーマにしたメディアミックス企画になるようです。ストーリーとしては温泉好きなヒロインが静岡の温泉を訪れた際に記憶を失った異世界の魔女と出会って温泉を通じた異世界交流を始めるといった感じになるようですね。魔女の記憶を探しながら温泉でまったり癒されるスローライフストーリーとなるようです。まあ、温泉巡りや温泉街の名物を食べるグルメシーンなんかもあるようで、いや、かなりね、まったりとした展開が楽しめそうです。いや、こういうの見るとね、温泉久しぶりに行きたくなりますね。まあ、こちらね、メディアミックス企画っていうことですけど、温泉要素をね、どう広げていくのかっていうのも気になりますね。なんかね、コラボとかするんですかね。まあ、この企画のプロデューサーのインタビューなんかを読んだんですけど、なんかね、とんでもない温泉愛が詰まっているようでした。まあ、温泉と可愛い女の子に癒されたいっていう人は、本作読んでみてもいいんじゃないかなと思います。続いては電撃文庫のシリーズ続巻タイトルから、まずはこちら、7つの魔剣が支配するの11巻を紹介します。テレビアニメ化も決定しているダークファンタジーシリーズ最新巻、魔法学校を舞台にした本格魔術バトルが描かれていく人気シリーズですね。バトルの熱さや仲間との絆、そしてね、学校の裏側で描かれるほの暗い復讐劇など、読み応えたっぷりなシリーズで、個人的にもかなりおすすめな作品です。まあ、最近ね、ゲームが発売したハリーポッターを彷彿とするような、本格的な魔法学校が舞台ですので、まあ、ラノベの中でも世界観の作り込みがかなりしっかりしているのが特徴です。まあ、それと本作の魅力はタイトルにも入っている魔剣っていう要素ですよね。まあ、実際の剣のことではなくて、放てば相手を一撃で粉砕する最強の剣技という意味での魔剣が描かれていて、多彩な魔術による戦いに剣撃のひりつく厚さも加わっていきますので、バトル系のシリーズでも屈指の面白さが味わえます。そんな本作最新刊は4年生への進級を控えた主人公たちが長期休暇に入り故郷へ帰省する旅をしていくっていうことで、魔法学校の外側の世界っていうのもがっつり描かれそうですね。まあ、世界観の広がりも面白そうですので、シリーズファンは最新刊楽しみにしていきましょう。それと本シリーズは初の外伝作品となる7つの魔剣が支配するサイドオブファイヤー煉獄の木も同時発売となります。学生統括となるゴッドフレイを主人公に据えて、本編主人公のオリバーたちが入学する5年前を描く過去エピソードとなるようです。まあ、いろいろなキャラの過去を見れる非常にね、ファン必見の巻となりそうですので、こちらね、本編最新巻とセットで読んでいきましょう。続いてはこちら、ソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンライン13巻フィフススクワットジャム下巻ですね。昨日の旅の著者である渋沢圭一先生が描くソードアートオンラインの外伝シリーズ最新巻、本編でも登場した VR ゲームガンゲイルオンラインを舞台に、荘園の匂いがするようなゴリゴリのガンアクションが楽しめるシリーズです。ガンゲールオンラインの中での出会いを通じて一人の少女が成長していく展開が楽しめる本作、チーム戦なんかもたっぷりあってゲームバトルラノベとしてもしっかり楽しめるシリーズですね。 SAO 本編とは独立したストーリーですので、まあ、本編とはまた違った楽しみ方ができます。そんな本シリーズですが、上中下巻構成なのに新刊発売は1年ぶりっていうね、鬼畜っぷりなんですよね。いや、さすがに1年待たせるっていうのはね、ちょっと待たせすぎな気もするんですが、まあ、無事にね、新刊が出てよかったです。まあ、3巻かけて描かれた第5回スクワットジャムの決着がどういう風になっていくのか、果たしてね、誰が勝者となるのか、待望の新刊ですので、シリーズファンは発売を心待ちにしていきましょう。続いてはこちら、恋は双子で割り切れないの第5巻です。双子のヒロインの間で揺れ動く三角関係ストーリーが面白い本作。このシリーズはね、もうドロドロの泥沼へ足を踏み入れていく背徳感がたまらないんですよね。まあ、恋は双子で割り切れないっていうタイトルも絶妙です。家族同然に育った幼馴染の双子と初恋をこじらせていくめんどくさい展開が描かれる本作。初恋と失恋と現在の恋が入り混じって、絶妙な三角関係が構築されていくので、こちらはね、三角関係恋愛ものが好きな人は非常にね、必見な作品です。まあ、読み進めていくとね、胃が痛くなるタイプのストーリーなので、すれ違いによるめんどくさい恋愛模様が読みたい人は、ぜひとも手に取ってほしいですね。
最新巻では双子のヒロインとのダブルデートを描きながら、ついに主人公がこの関係に答えを出すということで、いや物語がクライマックスに向けて加速していきそうですね。果たしてね、どんな結論となっていくのか、三角関係がどう終わってしまうのか楽しみです。やっぱりね、三角関係って関係性がぶっ壊れる瞬間が一番面白いですからね。続いてはこちら、友達の後ろで君とこっそり手をつなぐ、誰にも言えない恋をする第3巻。このシリーズもね、めんどくさい恋愛が面白い作品なんですよね。昨年発売した青春ラノベですが、個人的にはね、かなりおすすめしたい作品です。本作はいわゆるリア充グループの恋愛がメインで、友情を一番大切にする主人公と、狙っている男子への恋心を隠さないヒロインが、お互いを目の敵にして始まるんですけど、物語が進んでいくとね、それぞれが抱えている恋愛感情が絡み合って、もうくっそめんどくさい多角関係ラブコメが展開するんですよね。まあ、友情と恋愛の板挟みが至るところで発生するので、表向きは綺麗な関係なのに、裏では複雑な感情が渦巻いているっていうね、絶妙な青春ストーリーなんですよね。背徳系ラブコメとはまた違う、いい意味での胃の痛さが味わえます。まあ、そんな本シリーズですが、今回の第3巻で完結ということで、物語はクライマックスを迎えます。壊れかけている人間関係が最終的にどういう結末を迎えるのか、かなり楽しみですね。まあ、全3巻で読みやすいシリーズになりますので、未読の方はぜひこの機会にチェックしてみてください。続いてはこちら、怪物中毒の第2巻です。義妹生活シリーズなどを手掛ける三河ゴースト先生が描く異能バトル系の作品ですね。1巻発売は去年の9月なので、久しぶりの新刊発売です。まあ、三河ゴースト先生はね、ラブコメ系でアニメ化が連発しているんですけど、このシリーズは異能バトル系の現代ストーリーが楽しめます。人間を獣に変える怪物サプリというものが出回っている都市を舞台に、吸血鬼の主人公が害獣駆除を行っていく、ハードでダークな展開が楽しめます。都市伝説的な化け物たちとのバトルが描かれますので、現代異能アクションが好きならしっかり楽しめる作品ですね。まあ、主人公はダークヒーロー的な立ち位置ですので、中二病的なかっこよさも味わえます。まあ、義妹生活や芋座など、ラブコメ系の三河ゴースト作品しか読んでいない人だと、その触れ幅に結構びっくりするかもしれません。最新巻も近未来の街を舞台にしたダークなアクションが楽しめるということで、未読の方は1巻2巻と手に取ってみてください。電撃文庫の紹介は以上ですね。続いては3月10日発売となる角川ブックスから、聖女の魔力は万能ですの第9巻を紹介します。テレビアニメ第2期も決定している人気異世界ファンタジー作品ですね。聖女系のラノベの中でも屈指の人気を誇る本作。主人公がチート的な活躍をする部分とまったりとした異世界ライフのバランスが良くて、個人的にも好きな作品です。まあ、異世界に召喚された主人公が聖女の力を隠して生活していくんですけど、結局ね、その力でいろいろな人を助けていくっていう王道展開が楽しめます。イケメンキャラとの恋愛なんかもありますけど、男性読者でも全然楽しめる作品だと思いますね。まあ、それとね、グルメ要素も結構多いっていう部分も個人的に気に入っているポイントです。読んでるとね、お腹がかなりすくんですよね。最新巻でも新たなグルメや魔法との出会いが描かれるということで、ドタバタとした異世界ライフが楽しめそうです。2023年にアニメ第2期が放送予定ですので、アニメに備えて原作を読んでみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。続いても角川ブックスから、ゴブリン霊嬢と転生貴族が幸せになるまで第2巻を紹介します。このシリーズは第1巻が発売した時に、角川ブックスさんからお話をいただいて、うちのチャンネルでも個別に感想動画アップしてるんですよね。かなりね、クオリティの高い純愛ファンタジーになっていて、主人公とヒロインの関係性がめちゃめちゃいいんですよね。まあ、本作の特徴はタイトルにゴブリン霊嬢と入っている通り、ヒロインの容姿が醜いっていうことですね。まるでゴブリンのような緑色の肌で、周囲から卑下されて生きていたヒロインが、主人公と出会って愛を育んでいく純愛展開がほっこりしちゃいます。まあ、ヒロイン周りでね、結構ムカつくキャラ出てくるんですけど、主人公がヒロインの容姿ではなくて、その心のあり方をまっすぐに好きになっていくので、読み口が爽やかっていうのも良かったですね。まあ、純愛ラノベ的なら間違いなくハマるシリーズだと思います。ただね、最新巻では主人公がヒロインのことを思う行動が二人のすれ違いを起こしてしまうようで、じれったい恋愛ストーリーが楽しめそうです。まあ、あとはね、世界観の作り込みなんかもワクワクする要素がありますので、そこら辺がどうなっていくのかも気になりますね。まあ、純愛ファンタジー好きはぜひ1巻2巻とまとめて読んでみてください。続いては新シリーズから、ヴィランズの王冠、あらゆる悪がひれ伏す異能を紹介します。スタイリッシュな表紙デザインがかっこいいですね。異能系のアクション作品なんですけど、バディ要素なんかもあるようで結構気になっています。ストーリーとしては心の欲望が異能として発現する街を舞台に、異能犯罪者を追いかける捜査官の2人がバディとなって事件に挑む異能系クライムアクションとなるようですね。
犯罪捜査でバディものはまあ鉄板ですよね。バディアクションってね、熱い展開が多くてかなり好きなジャンルです。デコボコバディな二人が街にうごめく巨悪の陰謀に巻き込まれていくようですので、スケール感の大きなバトルにも期待です。正義と悪の現代異能バトルファンタジーが読みたい方は本作チェックしてもいいんじゃないでしょうか。続いては TO ブックスから3月10日に発売となる新シリーズ、高級河川の刺客記を紹介します。こちらは勘違いコメディ要素のある高級ミステリーとなるようで、まあ、人気ジャンルの新シリーズですね。ストーリーとしては自分の父親を殺して皇帝になった男を殺すために妃となって潜入した主人公が描かれるようです。まあ、そんな少女が高級で起こる事件を次々と解決し、周囲からの信頼を勝ち取っていくストーリーとなるようですね。まあ、暗殺をするために潜入したのに皇帝を殺そうとするたびになぜか周囲に信頼されてしまう勘違いコメディ要素なんかもあるようです。まあ、高級ミステリー系のラノベは結構ありますけど、その中でも結構ね、独特なストーリーになりそうですので、なかなかね、気になっています。まあ、こちらね、すでにコミカライズ化も決定しているようでして、TO ブックスも気合を入れていそうですので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで、3月中旬発売の注目ラノベ15作品を紹介しました。今回はね、電撃文庫がやはり熱かったですね。気になる新シリーズがかなり揃っているので、購入するものが多くなりそうです。まあ、ちょっとね、お財布に厳しい月になるかもしれませんね。まあ、皆さんが気になったラノベがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。以上、本動画はここまで。この動画を最後まで見てくださった方は、高評価ボタンポチッと押してもらえますと、動画制作のやる気がめちゃめちゃ湧いてきますので、ぜひぜひお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。